いては曲の中で使用する A 線の0番と1番の練習をしていきます。では、前回と同じように、ラとシの動きを細い弦 E 線で弾いていきます。まずそのこういうふうに考えてもらって A 線の場所に弓を置きます。指を少し高く上げてから下にポンと下ろしていきます。あ、そうですね、とっても綺麗にいっています。では、これを続けてやってみましょう。そうですね、ちょっと最後の方の音がふにゃふにゃっとしてしまったので、腕の重みを弦の上に乗せるようにして。